皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。今回はパソコン講座を行いたいと思います。で、今回はですね、パソコン内部の掃除についてご紹介したいと思います。パソコンの本体の掃除となると、お手入れ、画面とかキーボードとか拭いたり、ホコリを取ったりとか、するかと思いますけども、皆さんはパソコンの内部の掃除はされていますか？いろんな方法があるんですけども、今日はね、私からいくつかおすすめの掃除方法をご紹介してみたいかななんて思います。特にですね、今回テーマにしたいのがですね、 C ドライブについてお話ししてみてはいいかなと思います。パソコンでね、いろんなものをダウンロードしたりとか、処理とか、いろんな保存とかをすると思うんですけども、何もしない状態ですと基本的に C ドライブというところにデータが入ります。でも、この C ドライブってもともとシステムでも使われている領域で、この領域が溜まってくると、もちろん容量不足になってしまうんですね。で、そうするとパソコンの動作が、遅くなってしまったりとか、様々な影響が出てくるわけで、少しでもこの C ドライブ容量を増やしてですね、快適に使いたいということで、今回はこの C ドライブについてね、様々な掃除、つまりいらないファイルを消したりとか、余分な分、ものを圧縮したりとか、そういった方法がいくつかあるので、ご紹介してみたいかなと思います。で、今回私からご紹介する方法なんですけども、まず今概要ということでお話をしています。で、領域残量の確認方法というのを最初にご紹介したいと思います。で、その後、不要なファイルの削除、不要なアプリの削除、復元ポイントの削除、クリーンアップの実行、デフラグの実行で、最後 D ドライブの進めという、このような順番でお話を進めていきたいと思います。はい、まずはですね、C ドライブを含めた、パソコン内部の残量、確認方法をご紹介したいと思います。今デスクトップ、の画面出していますけども、この画面にアイコンがたくさん並んでいますけども、 PC というフォルダ、ここをですね、ダブルクリックします。そうするとこのような画面が出てくるかと思います。でですね、これはですね、このパソコンの内部の状態とか、パソコンの中に入っているメモリーカードだったりとか、接続をしている USB メモリーだったりとかの、状態、容量を見ることができるんですけども、パソコン本体の容量ですね、ローカルディスク、カッコ C、ここですね、これがですね、パソコン、この内部の、今の使用状況ということになってます。で、このパソコンはですね、SSD128GB のパソコンですけども、今、118/47.9GB が使用中ということで、今、この青い部分が使用されている領域となります。容量が小さいパソコンですとね、これがもっといっぱいになってですね、だんだんこの青いバーが赤くなってくるんですね。赤くなってくるとかなり危険な状態なので、少しでもね、容量の回復をさせてあげたいかななんていうことになるんですけども、今回はこの部分を少しでも節約したいということで、節約の方法をいくつかご紹介したいと思います。ちなみにこの、ローカルディスク C入ると、このようにですね、フォルダの名前がいっぱい出てくるんですね。で、これをね、一つずつね、中身見て、これがいい、これが悪いとか、必要なファイル、不要なファイル見ることはもちろん可能なんですけども、なかなか大変なので、これをもっとね、手軽にできる方法ということで、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。まずは不要なファイルの削除の方法をご紹介したいと思います。まずは、スタートメニューを立ち上げてください。そして左側にたくさん項目が出てくると思うんですけども、この項目の中にある設定というところ、ここに入ります。はい、このような画面が出てくると思います。そしたらこの中のシステムというところに入ります。はい、そしてこの左の一覧、いろいろ出てくるんですけども、この一覧の中にあるですね、ここストレージというところですね、パソコンによっては、記録域とかっていう風に出てくると思うんですけども、このストレージの中に入ります。そうするとね、ローカルディスク C、これ 128GB 中、今ここ 70.8GB 使用済みという風に出てますけども、この下にですね、様々な、中に入っているものがですね、細かく出てきます。
作戦出てくるんですけども、この中にあるですね、ここが一時ファイルというもの、ここを削除することをお勧めします。これ 1. 今私 58GB 使ってるということになってますけども、この一時ファイルというのはですね、例えば何かね、インターネットで何かを見ているときに、ファイルを一時的にね、ダウンロードしたものというのがここに入ります。保存をしていないつもりでも一時ファイルというのが絶対存在するので、ここはね、基本的に不要なものが入ってますので、ここを削除することをお勧めします。で、中に入ると、このようにですね、画面が切り替わってきます。で、スキャン中で少し時間がかかる場合もあるんですけども、だんだんこう表示がね、増えてくると思います。で、そしたらですね、左ここね、チェック項目がこのように大抵入ってると思うので、もういらないものということで、このファイルの削除、これを選択すると、これだけでね、簡単に一時ファイルの削除をすることができます。先ほどの一段でね、他の項目もあるので、不要な部分とかがありましたら、順次ここで削除すると、簡単にね、容量を増やすことが可能となります。はい、続きまして、不要なアプリの削除をご紹介したいと思います。設定画面、先ほどと同じところを今表示させていますけども、今度はこの下の方にあるですね、アプリというところに入ります。はい、画面が切り替わりました。そうするとですね、このパソコンの中に今入っているこのアプリが一覧で表示されてきます。で、パソコンの中って結構使うアプリ、使わないアプリとかあると思うので、ここでね、使わないアプリを削除すると簡単に容量を増やすことができます。で、特にですね、家電量販店とかで、国内のメーカー品のパソコンなんかを購入されるとですね、結構余分なアプリってたくさん入っているんですよね。一方で、海外メーカーとか、あと中古品で買ったパソコンなんかは必要最低限のアプリしか入っていなくて、中身結構空いていること多いと思います。ですので、有名な、ね、国内メーカーで買った、新品のパソコンの場合はですね、ここで結構不要なアプリの削除できると思いますので、よかったらここでお試しください。はい、それで復元ポイントの削除の仕方なんですけども、スタートメニューを立ち上げていただいて、左下のこの検索のところですね、ここにですね、直接復元と打つとですね、復元ポイントが出てきますので、ここに入ります。そうするとこのような画面が出てきますのでですね、この下のところにある、ここですね、この構成と書いてありますけども、ここ復元の設定を構成し、ディスクの領域を管理して、復元ポイント削除しますという表示が出てきます。ここに入ると、私今0バイトということで削除する必要はないんですけども、ここ使っている場合にはですね、容量が出てきますので、必要なければここで削除の、作業を行うと、容量が回復するということになります。続きまして、ディスクのクリーンアップについてご紹介したいと思います。パソコンの内部に残っている一時ファイルなどの不要なデータをまとめて削除することができる機能です。やり方は、スタートメニューを立ち上げていただいて、左下のこの検索のところでクリーンと打つとですね、ディスククリーンアップっていうのが出てきますので、この中に入ります。はい、このような表示が出てきますので、ここでですね、削除したい項目にチェックを入れていただくことで、まとめて削除、まとめての削除がここで可能となります。そして最後はですね、ディスクのデフラグというのをご紹介したいと思います。デフラグはですね、このパソコンの内部ってどうやって削除したものでも、どうしてもこのカスが残ってしまうような感じでですね、細かいものっていうのが蓄積されてしまうんですね。で、これは削除というよりは圧縮することになります。この圧縮、つまり最適化を行うものになります。やり方は、スタートメニューを立ち上げていただいて、検索のところでデフラグというふうに打つとですね、ディスクのデフラグが出てきますので、この中に入ります。そうするとこのような画面の表示が出てきます。どこのフォルダ、ドライブに対してデフラグをかけるかということで、C ドライブというふうになっていると思いますので、ここで、システムの最適化を行うことによってですね、細かいカスなんかをね、圧縮、容量を回復させることがここで可能となります。
はい、というわけで一通りご紹介してきました。以上のすべての項目を行うことで、C ドライブの容量だいぶ回復すると思います。で最後にですね、 D ドライブの勧めということでお話ししてみたいかなと思います。ちょっと改めて PC のフォルダを開きますね。そうするとこのようにね、このパソコンの内部の状態が今出てくると思います。でこのパソコンでは私は作ってはいないんですけども、この C ドライブともう一つ D ドライブを作ることができます。あるいは最初から新しい状態ですでに D ドライブが表示されていることがあるかと思います。でその際大抵 D ドライブって中身が空っぽのままだと思うんですけども、デフォルトでパソコンの内部に物を保存すると基本的に C ドライブの中に入るようになってるんですけども、あくまでこの C ドライブは、このパソコンのシステム関係のデータのみの、専用のフォルダにしてですね、個人フォルダは D ドライブに保存することをお勧めしたいかなと思います。C ドライブはですね、圧迫させてしまうとパソコンの動作が遅くなってしまう原因にもつながりますので、なるべくここはですね、容量は空けておきたいということで D ドライブに、個人データを入れるのをお勧めします。あるいは私の場合はですね、外部ストレージということでマイクロ SD カードをいつも使っています。この中に個人データを保存するようにして、なるべくパソコン本体にはデータは入れないようにしています。結構中古のパソコンでも快適に動かせることができますので、保存方法の見直しとか検討されてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、今回は、パソコン内部の掃除ということで、C ドライブを少しでも快適にさせる、方法をいくつかご紹介させていただきました。ご参考になれば幸いです。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉、ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。